やば。マリヤマ、マリヤマ。どうやらマレーシアにはドリアンラーメンっていうものがあるらしくて、ちょっと今から食べに行ってみようかなと思います。豚骨ベースなのかな、ドリアンなのかな、ちょっとよくわかんないけど。ドリアンのラーメンがあるところ。あ、OK。大丈夫よ。ここは読めるかな。ちょっと、ミックスかけ。ちょっとそっちがいいの？ちょっとこっちがいい？どこっちがいい？サイドディッシュ、ライスミール、これか。豚骨がベースか、ほとんどね。豚骨ベースで、どこだ？スペシャルラーメンじゃない？あ、スペシャルラーメン。お、来た。これね。ドリアンラーメンね。ご飯写真。ドリアンラーメン。全然もういい。何も選べないね。で、ミエンはラーメンなんかあるけど、ラーメン、シンプル、味玉チャーシュー。あー、ありがとう。シン味玉でいい？いいよ。26.00 だね。白、はい。あー、替え玉できるんだけど。できる、はい。確かなんかできたはずだけどね。エクストラトッピング、あ、ほら。あー、オッケー。じゃあこの2個ね。カレードリンクはいらない？ああ、いいよ。緑茶。緑茶？なんかいる？カルピースウォーター。緑茶でやおめえ。うん。いいかな、これ。OK。これ良ければみんなにシェアしたいね。味がね、通常ラーメン。どっちかな、酸っぱい系なのかな。いただきます。Thank you。どうですか？だいぶ辛い。あ、だいぶ辛いな。とは酒なのかな。痛い、喉が痛くなる。嘘。じゃあこれはあれだ、現地に合わせた味。味付けは地元の人は喜ぶんです。もやしです。辛いね。だいぶ辛い。あ、うまい、うまい、俺は好き。でも食べ慣れた味じゃない。味が日本で食べられた味じゃない。マリヤマ、マリヤマ。結構あれか、細麺っぽいね。ああ、細麺はここでしょ。いただきます。伸びる前に。ああ、伸びるの嫌だからね。食べる？食べたい。スープだっけ。すんげえドリアン。豚ベースでしょ、豚骨ベースで、あのドリアンの香りが後からついてくるんで。麺はドリアン取り出した方がいいんじゃないの。九州ラーメンよりもそこはね、ああ
もどれの身がはまざってるでしょ、スープに。うん、完全に混ざってる。結構クリーミーで、ドリアンの甘みがしっかり入ってる。おー、合う？あーね、思って以上に合う。そうなんだ。もともとほら、俺がドリアン好きだっていうのもあるから。まあ、ドリアンシーズンも始まってるからね。これスープだけもらうね。うん、いや、麺も食べちゃっていいと思う。スープ結構クリーミーな感じ。いただきます。おいしいおいしい。なんかそれが期待を裏切られるぐらいの。あ、うまい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 。え、マジでうまい。え、思ったより全然うまいよ。すごいね。これが保険、かけた保険です。え、でもこれうまい。思ったよりセンスあるわ。ちょうどいい。ちょっとスプーンがあれだけど、麺はこんな感じ。ラーメンちょっとるよ。うん、どうぞ。思ってるのびっくりするよ。これは多分友達おすすめしても40人きっとのネタさっきじゃない。うん、あ、でも麺もしっかり絡んでて美味しい。思ったよりうまい、マジで。あ、だからベースしっかりしてる。ゆっくり食べに行きましょう。はい、あとフレッシュなのがマジでこのドリアンが甘い。うん、こう肉ある？ない。怖い。肉、あとネギ少し。どうぞ。あ、どれでドリアン入ればよかった。うんうん、食べちゃう。こっちの部分あげるか。気持ち悪いかなと思ったけど、うん、ほんとね、マジで常識を覆されるぐらい普通のバカ。うん、ちょっと今すごい感心した。そのオーナーちょっとセンスあるわ。すごくセンスある。多分量は食えないけど、たったこの一杯だけで詰まってるもん。うん、そうそう。分かった、見え。エクストラ頼むからこの中入れていい？もう一回もう一回。エクストラ頼むからこれ入れていい？うん、そうだよ。だからでももう頼まないといけない。日本の人でドリア苦手なイメージ多いじゃん、うん、よくあの罰ゲームだからさ、うん、でもそれってほら時間が経って美味しくないドリアンを使ってるから、うん、軽く言ったら元のドリアンってめちゃくちゃさ甘みが強いし、うん、アボカドみたいなクリーミーさがたまらないじゃん。あともう一個はイミテーションの甘さじゃないんだよ。イミテーション？いや、砂糖を入れて、パフューム入れて、ドレッシングじゃないって感じ。うん、ちゃんと煮込んでるスープと、あとロリアンのマジの自然な味わいがあって、いや、足を運んでよかった。うん、これはこれを食べに来るだけだけの価値がある。完食です。美味しかったです。でも、ちょっと待って。マジでこれ来ないといけない。また買い玉する？はい。日本人魂。結構マレーシアの中で、うん、ちょっと美味しい。メガネに絡むラーメンがないけど、これはマジでいいスープだし。どれくらいかかった？ 2,30 分くらい、こういったまで。これぐらいだね。まあ、メタリンチュアだからそこまで。うん、エセスなんちゃらだよね。エセス、エセス1だから。もう、あっという間やん。ラーメンは伸びちゃいけない。ラーメンは飲み物という概念ですか？いや、栄養と。栄養どこが？油しかないよ。来た。あ、来た来た。まだ買い玉です。Thank you。あんたもすごい美味しそうに麺食ってる。いや、入るよ。
この子もラーメン好きで育ってます。まあね、ハマるわこれ。はい、ごちそうさまでした。とごちそうさまでした。うん、中断、届こう。 OK、 レッツゴー。はい、せーの、トトトトトトパパトトパパ、何それ、トトトト、どうでした？美味しかった。うまかったね。うん、美味しかった。思ったより全然美味しかった。多分日本人に向いてる性質だし、マレーシアの人にとってもハマるだろうな。本当に両方とも特徴が生きて、いいご飯、本当よかったや。めちゃくちゃなんか全然思ったより全然もう30倍ぐらい美味しかった。うん、マジでうまかった。うん、30倍で7やってね、なかなかないね。うん、あの発想に至ったのは多分、まあ多分店主もドリアン好きだろうね。そうね、絶対ドリアン好きやと思う。ドリアンの魅力を本当に理解してるね。うん、本当にそう。でも、まあ、あと空がすごい青い。そう、いい日にいいもん食えた。うん、オッケー、トトバイバイ、バイバーイ、バイバーイ。